カルタゴ建設。伝承では、フェニキア・ケイ・トゥロスの王女ディードが国国を離れて、女王となって建設したと伝わる。画像は、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの歴史が、カルタゴを建設するディードをラマッス像。アッシリア帝国のと、ニムルドでは宮殿などの入り口を守護するものとして、ラマッスの巨大な像が建てられた。画像は、メトロポリタン美術館のラマッス。 青春の仙王。父の霊王が、ルタクの果てに死んだ後に王となり、中高の英首と呼ばれた。画像は異民族の王を打った、敏小次郎を称えて、仙王が作らせた名文が残る、騎士白板。レフカンディ遺跡。暗黒時代のギリシアにあってもエウボイア島近辺では、復興の兆しが見え始めた。その代表的な遺跡がレフカンディで、画像はこの地から出土した、ケンタウロス像。 チャビン文化。南米アンデス地域の最も古い神殿文化で、紀元前1200年頃から、紀元前300年頃まで続いた。画像は、その代表であるペリューの割群にある、チャビンデワンタル遺跡で、紀元前900年代から、紀元前500年代がその最盛期であった。紀元前9世紀は、西暦による紀元前900年から、 紀元前801年までの100年間を指す世紀、ありがとうございます。